添田優香さん、24歳。左足に麻痺があります。自分の足に引っかかったことがあるんで、うわ、やらかしたみたいな。両足のバランスの関係で左の靴底があっという間にすり減ってしまいます。1ヶ月足らずで左の足と右の足、これだけの差が生じます。添田さんは1999年大分市で生まれました。1058g の低出生体重時で左足に麻痺が残りました。靴紐ね、紐が結べないんで、とりあえず靴紐は除外して、できるだけつま先が厚いものを選んでまして、できるだけ安いものって言って買っている状態なんで、まあ、妥協っていうところが多くあるのかなと思います。履きたい靴ではなく、履ける靴を履かなくてはなりません。この靴しか履けないのです。この春、添田さんは大分銀行主催のビジネスプランコンテストに参加しました。提案したのは、片足ずつサイズが違う靴を購入できるネットショッピングの開設です。弊社みたいな片足単位で買える、もしくはサイズ異なるサイズで買えるものがあったら使いますかっていうふうなアンケートの人に、約7割の方がはいっていうふうに答えてくれて。厚労省の調査によると、手足に何らかの障害や不自由を抱えている人は全国でおよそ193万人、半数近くが足の障害です。添田さんは片足単位で靴を販売する市場に可能性を感じました。添田さんが提案したビジネスプランは、左右異なるサイズの靴が購入できる EC サイト。プレゼンテーションの結果、見事入賞を果たしました。添田さんは受賞のおよそ2年前、2021年から起業家が集まる別府市内のシェアハウスに通い始めました。今、インターネット上で靴を販売する EC サイトの立ち上げに向けて準備を進めています。サイトの名前は、パラステップ。障壁を乗り越えて社会進出の一歩になれば、そんな思いを込めました。好みの靴を選んでもらって、左右異なるサイズで選んでもらって、で、カゴに入れてもらえることができます。左で買いたいってなったら、この左だけ選んでもらって買い物カゴを見る。卸業者から両足サイズが揃った靴を仕入れ、片足ずつ販売します。もう片方は在庫として保管して他の注文を待ちます。手始めに5種類ほどのスニーカーから取り扱いを始め、少しずつ種類を増やしていこうと考えています。添田さんが去年の夏から通うカフェがあります。店主の三浦里穂さんも起業を志す仲間です。3月に別府市で開かれたビジネスコンテストでアイデアをぶつけ合いました。パワーがあるなと思いました。なんか本当に自分がやりたいって思ってるビジネスなんだなっていうのを、結構いろんな方いらっしゃったんですけど、その中でも熱い思いをなんか感じることがありました。コンテストやシェアハウスで出会った仲間たちの存在が添田さんの背中を押してくれます。手探りなとこはやっぱりこれで合ってるのかなとか思いますし、間違ったらどうしよう、失敗したらどうしようっていうのは常に不安はありますね。
周りの人がこんだけできるよ、大丈夫だよっていう風なプラスの言葉をかけてくれてるんで、その言葉を信じて進んでいくしかないのかなっていうふうには思いますね。履ける靴ではなく履きたい靴を、今年中の販売開始を目指します。障害とか病気があるっていうとかわいそうって言われるんですけど、まあ、大変なことはあるけど全く不幸だと思ってなくて、むしろ人に気づかないところに気づけるっていうところも幸せかなっていうふうに思ってるんで、あ、楽しそうやなっていう楽観的な感じで見ていただけたらそれがいいかなっていうふうには思いますね。